ポケモンシルエットクイズ、このポケモンは何でしょう。ヒントは簡単、1億年前とずっと変わらない姿をしているらしいです。顔はおじいちゃんみたいなポケモンです。答えは動画の最後です。こんにちは、ダイスです。今回はカレー作っていこうと思います。全くもってカレーポケモン出ないんですよね。なんででしょう。はい、ということで今回は主役を色違いのタブネにして、この子とカレーを食べていこうと思います。カレーのね、称号を持ったポケモンが欲しくてやってる感じなんですけど、未だに出てきてくれません。仲良し度もこれで上がるので、タブネとの仲も上げながらカレー図鑑も埋めつつ進めていこうと思います。ではやっていきましょう。まずはカレー図鑑、今の状態を見ていきましょう。現在は52です。まだまだ少ない感じですね。今まで作ったことがないカレーの種類を作ろうと思います。ではやっていきましょう。2人でやれば大王道級で出る可能性が多いですよね。あ、向こうが選ぶのか。なんか珍しいやつ結構あるので、この辺のよくわかんないやつを入れていこうかなって思います。数少ないんですけど、なんかまずそうなんかまずそうな感じする。大丈夫かな。ハンバーグのカレーになりそうです。2人でだから上手にいくかわからないんですけど、とりあえずね、焦げないように進めていきましょう。火の大きさも大事だよね。大王道級を目指します。黒くなきゃ大丈夫だよね。これぐらいかな。はい、回していきます。もうちょっとキラキラが出るぐらいでちゃんと回して、待って、あー待って、煙とかいろいろ出てる。どうしよう。これぐらい、なんか具沢山のカレーになりそうな予感がしますね。というか、そういえば私お家でカレー最近作ってないな。合わせて合わせて、ちょっとずれた。出来上がったのは何級でしょう。ここはね、手伝ってくれるトレーナーさんが1人しかいないので、2人で作る感じなんですよね。他のところだと3人いたりとかもするので、そっちでもね、今回は移動しながらやっていこうかなと思います。はっ、大王道級できた。二角地ハンバーグカレー。うわ、びっくりマークがついてるポケモンがいないよ。いないかー。これ一人で大王道級が作れればいいのかな。一回一人でやってみましょう。こう道でね、わかんないけど道でね、キャンプ。私一人で大王道級できたことないんですよね。なのですごく下手くそだから、なんとかね作れるように頑張ろうと思います。はい、今回使うのは野菜パック。これね、あんまり作ったことなかったので、とりあえずクラブの実を入れて作ってみようと思います。火加減を最初にちゃんとするのと、あとは混ぜるときにねちゃんとする感じです。火加減は早めに火を起こして、いい具合にしてからキープしたいんだけど、あ、キラキラしてるのが少ない。あ、これぐらいかな。で、回します。なんかギリギリになってましたよね。キラキラが多めに、それでいてこぼさず回すのは上手にできてるのかな。なんかね、こっちはね意外と上手にねできてるっぽいんですよね。なので最初の火加減が私は下手くそみたいです。どうかな。完成。これできなかったらソードとシールドを二刀流で作ろうと思ってます。辛口ベジタブルカレー、野菜パックで作ったの今回初めてです。どうなんだろう、これ出来栄えがわからない全然ダメだった。
難しい。カレーの称号のポケモンが欲しいんですけど、ちょっともう一回やってみましょう。本当に難しいですね。ちなみにカレー図鑑は54増えてきましたね。あ、待って、さっきと同じく野菜パックを使ってモンモンの実とかにしてみます。火加減、とりあえず火加減、思いっきりやってみます。なんか思いっきりやってるんだけど、連打してるんだけどな。めちゃくちゃ連打中です。あ、すごい、なんかね、人差し指で連打した方が火の起こりがいいのかもしれない。これぐらいをキープだよね。あんまり強すぎると黒くなっちゃうから、今のぐらいをキープしながら、すごいゆっくり回してみる。え、待って、キラキラが少ない。やっぱちょっと早めなのかな。焦げてる？焦げてはない。全然わかんない。一応真ん中に行きました。難しい。何ができるかな。本当に称号のポケモン出てきてくれないですね。甘口ベジタブルカレーで、目がキラってなるかどうか。ならない。ってことは魔法ミル級かもしれない。やっぱり、一人でやるのは難しいです。でもやっぱり助けてもらいながらやるのがいいのかも。人がいるところでも出るのかな。レベル上がってくれて嬉しいんですけどね。もう一回ちょっと戻りましょう。本当に難しいなカレー。でも徐々に図鑑はね、埋まっていってくれてるから、まあこれも嬉しいですよね。誰かと一緒に料理をするっていう方が大王道級は出しやすいのは分かったんですけど、厳しい。あと木の実いっぱいの方がいいのかもちょっと分かってないですね。一回出てくれればいいんだけどな。あれ、ここハンバーグカレー。私が早いのかな。向こうの人と同じこういうなんかゆっくりなスピードでやった方がいいのかな。いや、多分そういうことじゃないよね、きっと。タイミング？なんかバタバタ仰がないでゆっくりでも仰ぎがいい方がいいのかもしれない。ちょっと難しいですね、タイミングが難しい。ミックさんと同じぐらいのかき混ぜ具合にするとこれぐらいなんですよね。そうすると、あの星じゃない、キラキラって出てないから、多分ね、そうじゃないんだと思うんだけどな。本当に難しい。真心込めての数が多ければ多いほど入りやすいのかどうかも謎。本当にカレーはずっと謎です。いつか来てくれれば嬉しいなぐらいな感じで、はい、やっていこうかなって思います。なんか来ない気がする。はい、普通のハンバーグカレー。図鑑を埋めるだけだったらこうやってやって一緒にやるといいよね。わ、今回は遭難スキューってことは、さっきみたいにやった方がいいってことですよね。それは分かりました。そして新しくカレーのポケモンはやっぱり来てくれません。悲しい。やっぱり一人で練習ですね。あと数回とりあえずやってみたいと思います。はい、何度かやってみたんですけど全くもってなりません。悲しい。あれ、なんか威嚇してる。なんで、え、喧嘩してるわけじゃない。あ、イワンコかわいい。え、そうやって戻すの、イワンコって。なんかポケモンによってあれですね、ボールの返し方がすごく違いますね。はい、え、あ、タブネがボールは
っと待って、ボール、話すはいいんだけど、うお、打ち解けてきたみたいだって、かわいい。へえ、かわいい。ちょっと待って、はい、多分ね、持って、おもちゃ、あれ、いわんこ、あ、いわんこじゃない、え、このボール誰か私のところに返してはくれないんですか。あ、いわんこが返してくれるみたい。やっぱこうなんだね、いわんこって。ポケジャラして遊んでほしいの、ちょっとごめんね、こっち見せて。なんか2人と2匹と話すっていう風になってる時があるんですよ。誰か来てくれないかな、ちょっと呼んでみてるんだけど。黄昏、みんなこっち、そうだ、これを持って、これを持ってみて、多分ねはボールには興味がないらしい。マジかボールには興味がないんだね。なんかアッパー怖いね。2匹と話すっていうのがこう出たりするけど、ちゃんと出てはくれないんですね。たまにしかやってくれないみたい、悲しい。はい、ということで今回はカレー作りに来てみました。結果としてはカレー図鑑自体は埋まったんですけど、なかなか大王道級を一人で出すのは未だに難しいみたいです。日々練習しようと思います。待って、このイワンコはそのままでいてほしい。びっくりした。そっか、ここでもレベル上がりますもんね。はあ、気をつけないと。この動画のポケモンシルエットクイズの答えはジーランスでした。よかったらチャンネルのご登録、高評価、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた、 See you!